さあ、今、そうだね、そろそろ、YouTube の生配信をやっている途中です。で、一度休憩を取った後にまた、配信をこれからするところなんですが、ちょうどこのラブシオくんたちを遊ばせてご飯をあげるという時間にも重なりますので、これさ、器だけ先取るね。じゃあ、はい、まだちょっと待ってね、すぐ出してあげるね。うん、先に撫でないとね。はいはい、もうすでにこれを出そうとしているわけね。なでなでしてる途中でね、はい、なでまきしたのに、なでなでももうしたの で、はい、でからブラッシングです。からジャン君を見つめています。ジャン君見つめられてるよ、ね、お兄ちゃんさ、なでなでしてもらってるって思ってんのかな。ジャン君、うん、ジャン君気持ちいいね。ジャン君、うん、ジャン君、あんまり毛も抜けないジャン君。もうちょっとで出してあげるよ。はい。はい。よいしょ。はい。よいしょ。はい。シオン君おとなしく待ってるね。シオン君は見つめるタイプ。ラブ君はニャーニャーと訴えるタイプ。トイレもちょっと汚れてるのかな。今さっき入ってたよ。うん。でもおしっこだと思う。じーっと、じーっとしてたね。じゃあ開けるよ。はい。放出。あ、ジャン君が逃げ。ジャン君が逃げた。はい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 。
しおくんに怒らなかったね、今ね。時にちょうど、クリスマスが楽しいと思いますっていうのが入りました、クリスマス曲もやんなきゃっていうふうに今ちょうど言っていたところです。そして再スタートを切ったまず第最初の第1個目のキャラは猫はジャン君でございます。ジャン君はですね、ラブ&シオンが、外に放たれるとだいたいこの辺にテーブルの上ですねに、避難します。そしてラブ&シオンはというと、危ない危ない危ない、今音聞こえるでしょうか。ここだと低いかな。騒ぎは台所で起きています。しばらくの間ですね、 この人たちにご飯をあげるまでの間ちょっ と音楽をやったりする余裕がないかな。一曲歌い切る自信がないかな。ちょっとご飯をそろそろあげるってことにしようか。本当？うん。ちょっと遊んでるところもみんないつも寝てるから、まあね、見たいかなと思ったんだけど、どうかな。あ、起きちゃった。はい。ちょっとだけね。はい。はい。うん。最後ぐるぐるになりましたっていうのがありますが、これあれかな、こちらが電源を落としたタイミングでぐるぐるなってたのかな。ジャン君好き好き、ありがとうございます。ジャン君の露出がなかなか、減ってしまっていて申し訳ありません。
これからアップするような、収録の方の動画ですねは、だいぶジャン君も出ていると思います。というのもですね、生を、聞いたり見たりしていらっしゃる方はもうご存知かと思いますが、ちょうど、ラグシオ君両方が大暴れになったあたりでジャン君が声を失うという事件がありました。泣いても泣いてもピーって音がしている時期があってですね、私たち夫婦は大変だということになり病院に行くのかって思いましたが、なんていうかな、まあストレスは確かにあるだろうということもあって、この2匹を出す前に必ず、なでなでをしブラッシングをして、お伺いを立てて、ジャン君がもういいよっていう感じになったら出す、それから、出した後も、撫でる、今も撫でています、そして、終わった後もご苦労様と言ってねぎらうということをしていたら今ようやく、声が戻ってきています。まあ、たまにね、あれ声出ないっていうとあのサイレントミャウというやつ、あれに近い時っていうことになっています。あれ今ぐるぐるですか？ちょっとですね、実は、ここのところ、マンションの外壁工事というのをやっていまして、その業者の方からですね通知が来たのが、インターネットとかテレビに使っているその電源周りが、なんていうのかな、電気をたくさんこう奪われているらしいと。これは漏電の可能性があるので、あさってですね月曜日にチェックするというような話になりました。で午前中に一旦停電するっていう話で、こんな時代に停電だっていうふうな笑い話にはなってたんですが、どうもこのところなんかね夕方近くなってくると、全部カメラなんかありましたもんね。そういうのがあるかもしれません。なのでもしもうぐるぐるになっちゃったらごめんなさい。ただ不安定っていうことで完全に切れてはいないようなんですね。というような感じで今進めています。さあじゃあちょっとご飯にしましょうか。これをちょっと一瞬動きますよ。さて